どうも田中工務店です。初週の浅草散策動画になります。短い動画ですが楽しんでください。一覧はいつも混んでいます。増田園はお茶屋さん L、 抹茶ソフトクリームが美味しい。地下鉄銀座線の出口は雷門付近に点在しているので移動に便利です。雷門から入り仲見世を宝蔵門に向けて歩きましょう。左右にはお土産屋さんがありますが、揚げ物系やソフトクリームなどがあります。宝蔵門を抜けると左右におみくじや線香があるのでお好みでやってみましょう。土日祝日は屋台が出てます。二天門も近くにあるので見ておきましょう。二天門の隣に浅草神社があります。夫婦狛犬は可愛いので見ておきましょう。本堂を見て右側には浅草神社があります。御朱印を受け付けています。御朱印は3つあります。神輿がある蔵があり、時期により公開されます。本堂です。本堂を見て左側には養蜂堂があります。ここでも御朱印を受け付けています。小さい日本庭園があります。池に架かる橋が撮影スポットになっています。鯉に餌をあげないようにしましょう。動画見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。